行こう、ふーちゃん。12月28日、何があるか知ってる？知っとるに決まってんじゃん。何があるんですか？教えてやろう。土年末、百能神グルメイド祭っていうイベントがあるんだぞ。子供未来館、ここにこでやるんだよね。ふうかたちの声が決まった、思い出の場所だね。みんなが知らなかった食能のことについて、楽しいイベントを通して学べるじゃんね。極寒の中でうなぎをつかんだり、みんなでお餅をついたり、うずらの卵割り世界選手権もやるんだよ。そうなんだ。ふうか、卵上手に割れるかな。しょうがないな。このリコ様が特別に教えてあげる。リコ、料理上手だもんね。体験しながら食を学ぶって楽しそう。うん、今からワクワクしちゃいます。それだけじゃないか。ステージイベントではリコたちほの国娘が初単独ステージやるんだに。そうそう、そこでほの国娘の新曲披露するじゃんね。ふえー、緊張しちゃうけど頑張ります。そして野外ステージの方では極寒の何でもかんでも踊ってみたをやるじゃんね。踊りたい曲の音源を CD にして持ってくるんなら、まあ流してやらんこともないぞ。お、ふうか、踊ってみた大好き。12月28日は絶対子供未来館ここにこに来てくださいね。すっごい寒くても歌って踊れば心も体もポッカポカ。もんかったらリコがデコピンしてやるからな。リコがデコピン、略してリコピン。今年の萌え納めは土年末、百能神グルメイド祭で決まりですね。